皆さんこんにちは、勝俣楓です。今日は東京駅八重洲口の目の前にあるバスターミナルに来ています。東京ミッドタウン八重洲の地下 1、2階にあるバスターミナルは1日およそ600便ある高速バスの停留所ともなっていて、早朝から深夜までバスが行き交う一大ターミナルです。今日のイーズ見つけたは、東京から直行バスで伊豆市の修善寺温泉へと向かいます。どんな旅になるのでしょうか。バスが来たみたいです。行きましょう。限定で株式会社 IBS が運行する高速乗り合いバス温泉ライナー修善寺は、バスターミナル東京八重洲から修善寺温泉と伊豆マリオットホテル修善寺までの直行便。勝俣楓と言います。はい、はい、どうぞ。はい、お世話になってます。32人乗り、8列シートのプレミアムカーの後方には化粧室がついているので、長距離の移動でも安心です。席はゆったりとしていて広々と座れますね。そして足元にはフットレストもついているので、移動中は快適に過ごせそうです。見てください、個別でコンセントもついてるんですね。移動中充電しながら旅ができますね。乗り換えなしで目的地まで行けるので、ゆっくり車窓を楽しみながら旅ができます。富士山です。大きいですね。いや、旅の気分が高まります。走行中に1回休憩を挟んで、およそ3時間半の快適なバス旅です。修善寺温泉の御幸橋駐車場に到着しました。あー、着いたー。バスから降りてすぐに観光に行けますね。それでは早速修善寺散策に行ってみたいと思います。駐車場から歩いて数分のところにある日枝神社は、鎌倉幕府初代将軍源頼朝の弟源範頼が幽閉された信仰院があった場所です。階段を上ると巨大な大木がそびえ立っています。樹齢が800年以上と言われるこの杉の木は、日本が寄り添っているように見えます。この木は夫婦杉と呼ばれています。
日枝神社は夫婦円満、子宝祈願の神社としても有名なんですよ。社務所が開いていると、絵馬やおみくじ、お守りを購入できます。私はこの一願成就お守りを購入しました。地元の藁で願いを込めて一つ一つ手作りされた数量限定のお守りです。地名の由来となった名刹修善寺をお参りします。平安時代初期の大同2年、弘法大師の開基と伝わり、鎌倉時代の北条氏源氏ゆかりの地としても知られています。修善寺温泉発祥の地だけあって、龍の口から温泉が出てるんですよ。あったかいです。今年も良い年になりますように。あ、一年安泰みくじですって。めでたいですね。よし、引いてみます。この釣り竿で、まあ、なかなか難しいぞ。よいしょ。おお、釣れました。じゃん、末吉でした。恋愛は浮気心は捨てよ。御朱印帳も購入できます。こちらは地元の切り絵作家さんがデザインしたオリジナルの御朱印帳なんです。木製の表紙にレーザー加工が施され、伊豆の歴史と風景をイメージしたデザインです。伊豆市の寺社では水口さんデザインの御朱印がいくつかあります。はい、ありがとうございます。修善寺で御朱印もいただきました。こちらも水口千春さんのデザインだそうです。とっても素敵ですね。歴史ある修善寺で新たな年の開運を祈願しました。修善寺温泉の北側、自然公園の一角にある修善寺梅林には、およそ20種類、1000本の紅白の梅が1月下旬頃から咲き始めます。園内からは富士山も望めます。見頃を迎える2月には梅まつりが開催され、早い春の訪れを感じられます。修善寺梅林のすぐ向かいにある修善寺虹の里にやってきました。東京ドーム10個分の広大な園内には、イギリス村やカナダ村、日本庭園などの像があり、四季折々の花や緑があふれるテーマパークです。3月31日までの期間、園内をカラフルなイルミネーションで彩るサンクスイルミ虹の咲く庭が開催されています。国内唯一のイギリス製15インチゲージの機関車ロムニー鉄道もライトアップされています。すごい。星座の丘を走る SL は夢の世界から飛び出してきたようです。すごい。ここは木のトンネルですね。こっちも綺麗だ。水面にもイルミネーションが映って綺麗ですね。到着です。お、音が鳴る。難しい。およそ5000本のバラとレーザーマッピングが織りなす大迫力のイルミネーションショー。
園内を彩るイルミネーションがたくさんあります。ここにも何かありますね。入ってみましょう。あーすごい、天井いっぱいにクラゲがいますよ。ここは雨の森だそうです。あーすごい、この雨の雫の中はフォトスポットでもいいですね。アジサイの花と雨粒がモチーフになっています。サンクスイルミ開催中は夜9時まで営業している修善寺虹の里で幻想的な夜を過ごしました。